いらっしゃいませ、川村理香でーす。今日も物件巡りをしていきたいと思います。相方はもちろんこの方、リカでーす。おはようございます。ちゃんと挨拶してくれたということで、前回は、湘南バージョン、物件巡り湘南バージョンだったんですが、今日はなんともうちょっと都会飲み屋街の方を見ていきたいななんて思ってます。まあね、どこになるかっていうのはね、まだちょっと決まってないんですが、いろいろと見てときめく物件があったらもうそこにしちゃおうかななんて思っています。レッツゴー。今日は行き当たりばったりな感じではなく、事前に結構物件をこうやって調べてくれました、うちの B1 不動産屋さん。はい、こんな感じでいろいろと街がどんな感じなのかっていうのも見たいので、これから、見ていきたいなって思ってます。すごい入ってんね。ラウンジクラブ。すごいね。こういうところで今みんな働けてるのかな。で、この原料は私です。はいはい。でも、リステコってそうじゃなくて、エアコンも、この大家さんはエアコンも製氷機も全部、トイレも全部大家さんの負担で直すんです。なるほど。あ、じゃあ設備ってことですね。そうです。単純に。はい。なんで、ただ、ちょっと特殊なトイレ、ウォシュレットがめちゃめちゃいいやつが欲しいとか、っていうのと、それはちょっと自分でくださいって話になるんですけど、あと、壁紙も、今回全部変えるんで、そのタイミングで、例えばこんなのがいいとか、で、この中から選んでくださいって言うんですけど、ちょっと変えてみてください。ないです。館内だと、私そういった飲み屋さんの通りっていうのがあって、うん、時和町3丁目の通りと、うん、あと相生町4、まあ、相生5丁目かなのところと、あと弁天通り、はい、3丁目のここなんです、基本が。はい、で、まあ、それ以外にもビルはあるんですけど、まあ、メインはここです。で、お客様の層として、3丁目っていうのは駅に近いんで、うん、電車で帰る方っていう方が、基本になります。なんで、まあそれなりのサラリーマンの方が多いってことですね、はい、電車で帰られるってことは、うん、で弁当通りになってくると、うん、どっちかっていうと会社の経費を使えたりとか、はいはいはい、自営業の人とかっていう感じで、不衛法は1時までなんですけど、はいはい、まあ皆さんやってますけどね、うん、それ以降もやって、うん、終電などもやって、で基本タクシーで帰られる方っていうのが多いです、こっちはですね。もう一個のさっき言ってたところ、相生町の5丁目、あっちは、最近ちょっと元気ないですね。こっちはずっとで、コロナの最中はどんな感じだったんですか？コロナの時はみんな、多分給付金もらってたと思います。客引きの人とかもあんまりいなかった。隣がプリンス。あ、プリンスなんだ。はい、そう、あ、そうなんですけど、プリンスさんは多分あんまりいなかったと思うんで、客引きの人が。だからコロナの本当に一番苦しい時とかは多分やってなかったと思うんです。なんで、まあ、コロナの時はでももう今みんなやってると思うんですよね。今はやってる、今はやってると思う。だね、今はね。なるほど。そこまでじゃあ、その警察的には厳しくこう取り締まってないみたいな。いやでもやっぱり年末の時とか、あと、ボーナスが入った時とかっていうのは、まあ、重点的に回りますので。あ、時間
ダメって時間もそうですし、まあ許可、うんうん、まあ、最近許可取ってないお店ってないんで、あのそれを見たりとか、うん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 、あと、まあ、これ館内側はないですけど、あの入館と一緒に来たり、うん、入国管理局、なるほどね、そっかそっかそっか、人見なんかだと、あの中国人をビザ、うんうんうん、あのそういった夜のお店働けないビザ、本当は夜のお店働けないですよ、中国人は永住持ってないと。でも家族滞在とかそういったビザでそういった夜のお店やってないかっていうのを確認に入ったりとか、うん、ね、面白いね、ありがとうございました、貴重なご縁でした。あの人見の方は行かない方がいいです、わかりました。はい、今ね、ここは館内の伊勢崎町ですね。だいぶ荒れてますね。どうなんですか？すごいですね。なんかちょっとあの治安の方が異国に来たのかな。いやもうぐらいすごいよね、なんか。だし、なんか今2店舗見たんだけど、両方とも元中国の方が、ね、場違いかなと思っちゃった。面白いね、うん、あの借りないとしても、うん、なんかで日本に、同じ日本にこういうことがあるんだなって、ね、よかったな、なんか時代もなんか遡っちゃった感じだな、そう、なんかタイムスリップ、あれみたいな、ね、タイムスリップしたかなと思った、エレベーター降りたら、あれみたいな、そう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 で場所もね、なんか日本じゃない感じ、美味しそう、食べる？まだいいよ。最近茶が売ってるよ。あれ？沖縄来ちゃったうちら。ね、ここもちょっと沖縄っぽくない、なんか。ね、なんかさ、ここはどこなの？館内です。館内って、横浜の館内。すごくない？あとで三品茶買おう。大通りに出るとなんか普通なんだけどな。裏に入っちゃうともうダメだね。すごいね。スラム街みたいな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい街でしたね。いや、今3店舗、あのそうだね、同じビルで3店舗見たんですけど、っていう感じだったね。なかなかね、うん、難しいし、難しいね、まあ、そもそも場所的にも、厳しいかな、子供を連れて歩けない。マジだから、ちょっとまたね、あのこういうところもあったよみたいな感じで私も勉強になったので、うんうんうん、あとね、そういう店舗の作りだったりとか内装だったりとかね、そういうのもすごく勉強になった、かなり勉強になった、ね、いや本当にいろいろなことが、なんかいろいろすぎてよくわかんないけど、なんかやっぱちょっと違うね、なんか裏の世界っていうかね、うん、なんかそんな感じなものを垣間見れた、もうリアルの、そうね、なんか結構ね、こういうところで働いてる人もいるし生活してる人もいるしっていうね、なんかそんな感じやね、うんうんうん、ちょっと探しましょうか、探しますよろしくお願いします、お願いします、大変だったね、お腹すいたね、お腹すいたね、ハマヘン、何にもおしゃれなとこ、さっきとなんか同じ場所これ。もう車で5分ぐらいのところ、ね、すごいよね、全然違うんだけど、私はこういう横浜が好きなんです。じゃあ行ってきたいと思います。今ピザ屋さんに入ったんですが、めちゃくちゃいい、すごい、超癒される、すごいね、いや、なんか今ちょっとさ、館内でさ、心がちょっとすさんじゃったから、はい、ちょっとお店に入りました。めちゃくちゃいいじゃん。あ、ちょうど。あ、出た。ああ。どうしよう。めっちゃ美味しそう。ピザ屋さん。まじかピザ、パスタとか。ピザ。うん、ピザ。すみません。これは
QR コードで、何ですか、注文を取るらしい。半分になってて、なるほどね。味はマルゲリータみたいなイメージ。これは？これはもうこれだけ？そうですね、マルゲリータと違う。粉チーズ。なるほどね。ピザはですね、マルゲリータ。マルゲかな、うん、だよね、うん。私もそう思います。はい、私もそう思います。とりあえずこの2つでいい？うん、いいよ。なんか足りる？いや、なんかね、もうメニューがないんです、これしか。あの上2つで。だからみんな食べる。あ、でもピザ結構大きいわ。じゃあいいじゃない。8切れ、うん、とりあえず流れで今日のこの断りまで見てもらっていいですか、ね、もう分かりませんよ、私のどうしたいのかが。だから何したいのって感じ。来てほしいなら来てほしいで全然いいんだけど、会いたくないのか何なのか分からない。ピザが来たー。何やってるんですか。ピザだよ。もうちょっとした。こうか。え、引っこ。ピザがさ、ちょっと映らなくて。こうか、もうちょっと。OK。あ。可愛く撮れた。タリタン可愛いけど、スリナが可愛いから。ほぼ映ってないじゃん。ちょっともう一回撮らせて。手の長さがさ。気づいた？ちょっとさ、最近じゃなくて気づいてんだけどさ、なんかさ、あの棒の方が長いんじゃないかって思うよね。棒使わない？こうね、こう。あ、棒使う？うん。棒使う？棒使ったらもうこっちのもんよ。まあ、自分の体じゃないからね。そうね、確かに。できるか。この角度かわいい。ちょっと待ってね。今やってるから。大丈夫だよ。伸ばします。落ちるかな。落ちないでよ。怖っ、ギリ。ちょっと待って、めっちゃギリなんだけど。後ろ見て、これにさ、うん、これがあるから。あー、なるほどね。やっぱ棒ってすごいね。もっと伸ばす、うん、あ、すごくない？自分の顔も入れてんね。はい、こっち。ピザメインにしちゃった。ちょっと腕切りたいの。え、何？なんて言ったの今。こっちでもどうかな。じゃあちょっともう一回やらせて。いいよ。あ、こっちにする。あ、これで映んない。もう仕事がさ、忙しくてさ、ずっとタイマー鳴ってんの。いや、だって忘れちゃうからさ、これ消しちゃったら。いいんじゃない？いいですか？いいです。可愛く撮れました。撮れました。よかった。ありがとうございます。あ、もうごめん、消しちゃった。切ってもらっていいですか？はい。ピザね、切るのが喧嘩になるからね。数多くあるダラの青い空 VS リナ。伝説だよね。いやー、マジで。なんだったっけ？もう忘れちゃったけど。あのピザ大好き。え、なんであれ喧嘩になったの？ピザだから、うん、こうやって切って、あ、元から切ってあったやつだったの、あれは。ピザをね、ピザがね、うんうんうん、で、ピザの大きさが全然違ったから、うん、わざわざリナはわざわざね、わざわざ2人用に大きさを均等にしたの、うん、大きかったのをちっちゃくして、うん、ちっちゃいのと大きいのくっつけたら同じぐらいのサイズになったの、うん、だからそっち食べてねって言ったっけような気がするんだけど、うん、ちっちゃいのだけ食べて、私もこれだけでいいみたいになったの。そらちゃんが？何だったっけ、うん、
確かそうだった気がする、うんうん、しかもなんで怒ったかも覚えてないんだけど、うん、それでなんで怒ったんだろう。いやだからよ。だから、だからなんで喧嘩、あそこで喧嘩になったんだってずっと言ってんだよ。こっちからしたら何を、なんであんなに切れるの、なんであんなに喧嘩になるのみたいな。喧嘩にはなってないね、リナが震えたんでしょ、だって、うん、怒りが出てきた。怒りでリナが震えたんでしょ。マジでナイフが震えたんだけど、なんで怒ったんだろう、わかんないし、そんなんばっかだって、あの時。確かになんでだろうね、じゃあ切らなくてもよかったじゃんのあれかな、多分ね。均等に切ってるから喧嘩にならないよ。私は喧嘩しないよ、一番でかいの取るから。それまだ切ってねえやつだし。はい、食べます。はい、いただきます、ありがとう。やば、ここめっちゃ美味しい。ごちそうさまです。チチ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